いやいやいやー、どうも、カズマです。今回はもう先言っときます。やばいです。めちゃくちゃやばい。今、イギリスにいます。すぐに来ちゃったよ。今回何がどうやばいか、マジで人生で一番参加してみたかったイベントに参加できることになりました。今回行くのは、レイブランド。今、イギリスのバーミンガムのとこにいるんです。俺の推しのダレンスタイルズ。ダレンスタイルズがイギリスのクラブで回す。で、しかも何がすごいんだっていうと、ダレンスタイルズが10年ぶりにね、イギリスのクラブでプレイするらしい。10年ぶり？今回はもう確定演出で出ます。なんと、ダレンスタイルズがクラシックセットでやるっていう。もう人生、いつもはフェス行くわけやけど、今回はフェスっていうわけじゃないの。クラブの中でイベントを行われる。普通は DJ だけじゃないですか。 DJ がプレイして観客が盛り上がるんですけど、まあ、これは一般的なんで、今回は DJ と MC がおるの。イギリス本場ではね、 MC がめちゃくちゃ熱い。例えば MC ストーム、ミスキー、エネミー、コーヒー、キーズ、もう、まあ、分からないでも多いと思うけど、もう俺にとっては人生、今日は歴史的な日になって、これに初潜入できるのマジで楽しい。でダレンスタイルズ以外にもクラブヒラー、ドゥーガル、アウトフォース、コットブラウン、ベンクストリング、イギリスのレイブミュージック、ハッピーハードバー、ユーキアハードコアの先駆者、パイオニアたちが一夜に一箇所のクラブに集まって伝説的な MC という人に盛り上げていくという超やばいイベントなんです。こんなんなかなか日本語で日本ミュージックを見ることないと思うから、ぜひぜひ興味あると最後に見てください。では行きましょうか。ウィーケンドレバーガーガーガー。今歩いて会場に向かってます。天気はちょっと曇ってたり晴れてたり、あとちょっと寒いです。寒いけど半袖、タンクトップだけだとね、ドレスコード引っかかったりちょっと寒いかなと思って、一応下に半袖を着てます。あーもう楽しみすぎるやばい。シラフですよ、もちろんシラフですけど、クリーンですけど 100% クリーンですけども、もう楽しみすぎてテンションやばいことになってます。すごいでしょこの街。ついに入場してリストバンドもゲットしました。で6時から一発目が始まる。楽しみです。
ラッシュ勝利ならんように楽しみたいと思います。これがメイン、まさかの文化祭スタイルで、DJ 台が普通のテーブルっていうね。で、ここにたくさんの人が今からパンパンに集まってきます。メインステージです。Give me the best. We're all in the best.
Damn it, damn it, damn it, fuck your stars! Damn it, damn it, damn it, fuck your stars! Damn it, damn it, damn it, fuck your stars! Damn it, damn it, damn it, fuck your stars!
Watch the earth just like a satellite. Someday you might find where you belong. Front to back, shine to shine. You can fly just like an angel. Disappear into the sun. Watch the earth just like a satellite. Someday you might find where you belong.
Why were you away? No, you opened it. Thank you.
とりあえずイベントは終わりましたけども、例のごとく充電もないし体力もやばいし、あと耳鳴りもやばいんで、また日本に帰ったらエンディングを撮りたいと思います。とりあえず最高でした。はい、というわけで日本に戻ってきました。レイブランドイギリス終わりました。お疲れ様でした。ダレンド、ダレンドまた会えました。
これほんまやばいんよ。一般の人は今回誰んとそういう喋ったりする時間もなくて、俺だけね、俺だけ裏に呼ばれて呼び出されてさ、写真を撮らせていただきました。喋ることもできました。あの韓国の WDJF も行ったよって言ったよ。まだ誰のために会いに行った。でまあ、この経緯も話すと MC キーズっていうすごい MC の人がいるんやけどね、その人が俺が日本から来たってのを耳にして、その一日すんごい俺のことを取り上げてくれたので、うん、MC 中に今日日本から来てるやつがいるぜみたいな、それも嬉しかったし、その後にせっかく誰の見に来てるやつは誰に会わせたるわ言われて、お前ちょっと裏来いって引っ張り出されて誰のと見売りができました、うん、アウトボースとかクラブフィラーとかベンエクストリームとかね、やばかった。これはちょっとまあ深刻っていうかイギリスならではないと思うけど、参加者、まあ、客側の状態が異常ない。どう異常かっていうと、まずみんなもう瞳孔が開いてる。意味わかるよねこれの意味。まあ、あえて名言はせんけど、ちょっとおかしいよね。俺はほんまクリーンよ、 100% クリーン。なんならお酒も飲まんから。みんなもうほんまに瞳孔が。しかも今回6時かな、夕方の6時から朝の4時まで10時間踊るわけよ。で俺 100% シラフでまだ若い方やけどめっちゃ疲れた。でもその人たちは踊り続けれるよね。これマジで不思議やなと。その瞳孔を開いてるからって言って過激な行動をするわけでもなく、みんなまあこう楽しそうに踊ってるからまあいいんやけど、一部やっぱ過激な人もおるわけよ。女の人と女の人が厳しいにやってる。怖すぎほんま。で男は殴り合って、そういう市場ってちょっと怖かったなって。だから日本も治安悪いって言うけど、普段ウルトラとかもそういった意味とはまた違う治安の悪さがあって怖いなっていう思いをしました。日本人であんまりね、イギリスのそのクラブまで行って音活するしっていう人はもう少ないと思うし、現地の人らもすごい俺のことを可愛がってくれて、その点はすごい俺も嬉しかったし、名誉なことだなと。で他にも DJ たちともつながることができたし、行って正解でした。だったらもういいねと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてコメントたくさんもよろしくお願いします。これ本当の HDID めっちゃにハードが違いだい。まだまだ若いけど、そう今回ねみんな年齢層高かった。基本40、50、60ぐらいの。やのに俺より踊り続けるっておかしくない。なあ20代もうちょっと頑張ります、シラフで。はい、なんでまた次の動画でお会いしましょう。はいどう。